あなたは作庭記という書物をご存知でしょうか。この書物は日本の平安時代およそ1000年ほど前に書かれたとされる庭園を作るための指南書です。1000年以上も前に書かれた内容であるため、誰が書いた書物なのか、具体的にいつ書かれたものなのか、この文章はどういう意図を表すものなのか、不確定な部分は多々あり、現代でも研究され続けている書物です。今回はこの書物について解説をしていきます。作庭記は1800年頃に書かれた軍書類集と呼ばれる書物の中に取り上げられたことで、世の中の多くの方に知られることとなりました。内容は非常に専門的かつ具体的であり、現代でも非常に参考になることが書かれています。まず作庭記はこのように始まります。石を立てんこと、まず大志を心うべきなり。これを現代の言葉に表すと、石を立てる場合にはまずおおよその周囲を心得るべきである。そしてこの後には3つの重要な文章が続きます。1つ目がこちら。解説していきます。これはすなわち自然本来の風景を参考にして日本庭園を作りなさいということを言っています。作庭記の中にはこのような文章も書かれています。この文章では人間が作為を持って建てた石や植えた樹木は到底本来の自然の風景には及ぶものではないということを断言しています。だからこそ、どこかで見たことがある自然の姿を思い浮かべながら自然らしく組み立てることが重要だということをこの文章では伝えています。2つ目の重要な文章です。1つ目の文章では本来の自然ということに焦点を当てていましたが、この2番目の文章では作り手という人間に対して焦点を当てており、自然から学ぶことも当然重要ながら、過去の人から学ぶことも大切であるということを伝えています。そして最後には、その基礎の上で自分なりの美的感覚や自分なりの自然に対する感覚を生かしてお庭を作るべきということをこの文章では伝えています。これが最後の重要な文章です。この文章についても解説していきます。日本庭園という分野では縮景という考え方があります。これはこの重要な文章のように、自然にある名所を庭の中で表現することを指しています。1000年前のこの時代には、京都から遠く離れた松島という場所の美しい風景をお庭の中で表現したり、京都の北部にある天橋立と呼ばれる細く長い岬をお庭の中で表現しました。前回の動画でご紹介した佐野さんが作られたお庭の中でも縮景を行っている箇所がありました。この不規則に積まれた大きな石の石組みは、
このお庭の現場から少し離れた場所にあった岩屋の巨石群と呼ばれる名所を参考にしたそうです。作庭記が言うように、佐野さんはこのお庭の中にその土地土地の名所を取り込んだのです。作庭記の始まりのこれらの文章は1000年前に書かれた考えですが、現世を生きる庭師においても非常に大切にしている考えです。1000年前に生きた方たちと現世の人が同じように考え、同じようにお庭を作っていると考えると、とてもロマンを感じます。作庭記の中にはその他にもかなり具体的な話が記載されています。その中でも今回は日本庭園作りの根幹ともいえる石の据え方にフォーカスを当ててご紹介していきます。現代のお庭作りにも生きているとても具体的な話なので、ぜひご覧ください。まずはこちらについて解説をしていきます。まずは前半部分を見ていきましょう。主石とはこの庭のメインとなる石のことを指します。名前の通り主であるため、どんな場所から見ても目立つようなこの庭の重要な場所に据えられます。そして後半は次のような文章が続きます。この文章の解釈には様々な見解があるのですが、最も有名な解釈としては、次々の石をその石の求めるところに従って立てるべきである、このように解釈をされています。石が求めるところというのは非常に理解するのが難しい解釈です。なぜなら石がこのように据え付けてくれということを話しかけてくるわけではないからです。すべての石において大きさ、形、色、同じものは存在しません。しかしながら腕の立つ庭師はその主石に合わせて的確な石を選択し、そしてその石の向きや角度、石同士の距離感を適切に選び抜き据え付けていきます。もちろん石の据え付け方に正解があるわけではないのですが、しかしながら腕のある庭師が据え付ける石には、そこが正解であるかのような雰囲気を確かに感じることができます。私自身たくさんの庭師の方々と接する中でよく聞く話があります。それはたくさんの石を使って石を積んでいる時や、さまざまな石を据え付けている際に、本来難しいはずの石組みがどんどんと決まっていく時があるという話です。それはおそらくその庭師の圧倒的な経験と高まった集中力により瞬時に適切な判断を導き出しているのだと考えられます。しかしその状態はもしかすると無意識に石の声を聞き分け、石が求めるところへ据え付けているということが起こっているのかもしれません。石を据え付ける形には正解はありません。だからこそその石が求めるところに従って石を立てなさいという抽象的な文章が今なお現代の庭師の方々にも影響を与え、そして庭師としての鍛錬を促す動機となっています。その事実が非常に興味深いと私は感じました。
ここでは主に石は力強く見えるように立てなさいということを言っています。少し極端な例ですが、石がこのようにあります。これを浅く埋めた場合、足元に安定感がなく弱そうに見えます。逆に少しだけ深く埋めた場合、こちらは全体的に安定して見え強く見えます。ただしかし、前石を添えさえすれば浅く埋めたとしても強く見えるということも言っております。実際に2つの石を前に置いてみます。そうするとかなり安定感が増し、強く見えることがわかると思います。こちらの石の場合でも一つだけでは少し弱く見えます。しかしながら前石を2つ添えることで力強く見えるようになっています。ここではこのような技を使って石を強く立てなさいということを伝えています。最後に石の据え付け方について解説します。この文章の後には土を突き固めるその道具についても触れています。この本では細い木の棒を使ってそこから徹底的に突き固めなさいと伝えています。そうしなければ雨が降った場合にはその部分が水で流れてしまい空洞となってしまいます。現代においても小さな石、大きな石、そして平板の石でもこの作業を必ず行います。地味な作業にはなりますが、千年残り続けている非常に重要な作業です。近代で生まれた新しい材料などを使うこともありますが、日本庭園作りは基本的に樹木と石と下草のみで作り上げていきます。1000年以上前と同じ材料で、そして同じ作業を行っているというところに私は非常に面白さを感じました。ここまで動画をご覧いただきましてありがとうございました。かなりいろいろ説明してきましたが、他にもですね、本当に様々なことが書かれた書物になりますので、ぜひ一度読んでいただけるといろんなことが分かって面白いと思います。このような形でですね、私の方もまたいろいろご紹介していけたらなと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。